はい、それではマイクを持って外に出てきました。ちょっとね、私今日このダウンを着てるんですけど、このダウンがね、だいぶ絹ずれの音がすごい入っちゃうと思うんですけど、ちょっとこの感覚も音声で録音しながら行きたいと思います。じゃあまずちょっと向こうに歩いていきますね。今日はそんなに風は強くないんですけど、歩いてるとやっぱり風がね、入るんで、このふわふわをつけてます。ふわふわ、これ何て言われたっけな。ふわふわをね、つけてます。音声どうでしょうか。今これはノイズキャンセリングもオンになってる状態です。私がこの歩いてる、この地面の音とか、あと、そばに車が走ってるんですけど、大きなね、道路があるんで、車が何台もずっと行き交ってる状態です。あとは、まあ動物、そうですね、鳥の声がちょっと聞こえるかなっていう程度。はい、では次にノイズキャンセリングを、オフにしてみました。こんな感じです。私のこの服、絹ずれの音と、あとこの下の歩いてる砂の音、あと車の音、どんな感じでしょうか。こんな感じですね。なんか結構レビュー見てると、こういう絹ずれの音とかはどうしても入ってしまうような感じで聞きました。で、このモフモフのところ外すと、ピンのさせるところがあって、外部マイクとの接続も可能ということです。はい、それでは次にマイクなしで、このオズモポケット3のマイクを使って今録音しています。周りの音、環境音ですね。車の音と、私のこの地面の砂の音で、まあ、あと風ですね。どうでしょう。マイクはこの本体のね、サイドと、向こう側ですね。3つマイクがついています。どうでしょう、音とか。あと、このダウンのこの絹ずれの音、どんな感じに録音できてますかね。こんな感じです。はい、それではちょっと遠くに離れていきたいと思います。このマイクがね、遠くまで反応できるということなんですけど、今で10メートルぐらいですかね。10メートルもないか、5メートル半ぐらいからどんどんずっと離れていきます。音の聞こえ方どうでしょうか。今はノイズキャンセラー鳴ってない状態ですね。この状態で徐々に徐々に離れていきます。今で、そうですね、50メートル近くまで離れたと思います。どうでしょう、音聞こえてますかね。音聞こえてますか。大体多分これで100メートルぐらいやと思います。まだ聞こえてますかね。よし、じゃあもっと離れていきましょう。なんか一応このデータ上、説明書とかを見てみると、250メートルまで電波っていうのは、送電音がね、送れるっていうことだったんですけど、もうトランシーバーみたいな感じですよね。これで多分今120、30ぐらいですかね。めっちゃ目測ですけど、まだまだ聞こえます。よし、もっともっと離れてみます。すごい、マイクと、オズモポケットがそれだけの距離をこう保てるのかなと思ってたんですけど、iPhone につないでも距離は関係なくここまでいける。そうないですか。私、普段イヤホン、Bluetooth イヤホンよく使ってるんですけど、多分こんなに離れたら Bluetooth 途切れますけどね。まだ音聞こえてるんかな。 半信半疑ですけど、もう多分 Bluetooth イヤホンやったらもうとうに聞こえないですよ、こんなん。多分今で200メートル以上もう離れてると思います。多分そろそろこの辺りが怖い感じになってくるんじゃないかなと思うんですけど、まだ聞こえるみたいですね。 聞こえるのか、本当に聞こえているのか。どうでしょう、まだ聞こえてますかね。まだ聞こえてるのかな。ちょっと私、目があんまり良くないんで、今、ジェブラ、
はい、じゃあ次にオズモポケット3とマイクで検証してみます。ではちょっとずつ歩いていきます。今はノイズキャンセルオンの状態です。これちょっと気になったんですけど、ノイズキャンセルオンからオフっていうのは録音中にも切り替えができるんですかね。一応今これで試しています。今これで多分6メーター、7メーター、8メーターぐらいです。ノイズキャンセル一遍オフにしてみます。オフにしてみました。これ動きながらノイズキャンセルオンオフ切り替わってますでしょうか。どうでしょうか。でちょっとどんどん歩いていきます。今オフの状態だったんですけど、もう一回オンに戻します。どうでしょうか。もうだね、今まあこの辺はもう序の口ですね。今これで 100m ぐらいだと思います。まあこの辺は全然多分聞こえますよね。どうでしょう、まだまだ届いてますかね。まあこの辺余裕そう。今さっき、iPhone の方で歩いて戻ってってするのにだいたい7分半ぐらいやったんですけど、まあまあいい運動になるな。普段全然歩いてないから。あ、よかったね。私サブチャンネル のジムでね運動してたりするんですけど、家にね倉庫にジム作ってて、ジムのね動画撮ってるので、もし気になる方いらっしゃったら見ていただければと思います。まあ全然この辺はやっぱり余裕で聞こえてますね。あの多分これで200ちょっとこの辺りからちょっと怪しくなってくるんじゃないかなと。さっきの本も多分この辺り思うんですけど、多分この辺やと思います。ここまで近づくと今振動で LED ランプ点灯して点滅してたのが点灯になりましたね。よし、ゴールです。これで終了。